ディープブリランテは日本の競争馬。馬名の由来は深く輝いて。主な勝ち倉は2011年の東京スポーツ杯2歳、ステークス2012年の東京優勝。サンデーレーシング所有のディープインパクト3区だが、ヤシロ大グループの生産場ではなく、2009年のセレクトセールでノーザンファームがパカパカファームから3100万円で購入。 調教師の矢萩義人もこの馬に惚れ込み、ある場所の代理として、競りに参加したが敗れてしまう。しかし諦めきれない矢萩は、ノーザンファームに連絡を取り、調教師としての管理を申し出た。2010年にサンデーレーシングで、一口110万円40口の、総額4400万円で募集された。同年の10月8日にノーザンファーム空港牧場に移動。 同牧場長の菅谷清志によると、牧場に来た時の馬体重は 457kg で、馬体が詰まって、コロンとしていたというが、歩きが柔らかく、さすがディープサンクだと思いました。性格のいい優等生タイプで、扱いやすく、乗っても気難しさを出しませんでした。すごく柔らかいフォームで走るので、距離は持つだろうと思っていましたといい、サンデーレーシング代表の吉田俊介は、 ディープサンクの成長力を感じさせましたという。菅谷によると、空港牧場に来てから、1月か1月半ばほどで販路調教を始めるなど、順調に調教が進み、これは、ノーザンファームが生産した、ダービー馬に共通する特徴だった。2歳の6月20日まで同牧場でトレーニングを積んだが、この頃には、馬体重が5 0 0ラムほどにまで成長していた。 阪神競馬場、芝千八百メートルの新馬戦で、岩田厚生を安城に迎えてデビューし、圧倒的な一番人気に応えて五馬審査で勝利した。雨天、不良馬場で行われた、自走の東京スポーツ杯二歳ステークスでは、二番手追走から直線抜け出して二着馬に三馬審をつけ優勝し、デビューに連勝を飾るとともに、重賞初制覇を果たした。その後は、 ノーザンファームしがらきに放牧に出された。当初は、ラジオニック警備にサイステークスを予定していたが、足の状態や疲れを考慮して回避し、年明けの共同通信杯を目指すことになった。初戦の共同通信杯に圧倒的一番人気で、出走、スタートから花を奪い手ごたよく逃げ、直線でもそのまま押し切りを図ったが、行為から一気に追い込んできた、ゴールドシップに捕らえられ二着。 自走のスプリングステークスでは、後一位走から直線抜け出し後続にリードを取ったもののグランデッツァに交わされて、再び2着に敗れた。この敗戦で折り合いの課題を感じた矢萩は、調教の際に花川を使用したり岩田に似た乗り方を調教助手に指示したりするなど工夫を行った。4月15日に行われた中央系クラシック三冠の一戦目である賞では、 序盤からしばらく抑えて折り合いをつけ3番手からのレースとなった直線では先行したまま外に出して足を伸ばすもゴールドシップの3着に敗れたクラシック3巻2戦目の東京優勝に向けて調整が進められる中5月6日の NHK マイルカップで岩田が開催日4日間の起場停止処分を受けるこの翌日岩田は ディープブリランテの調教に毎日起乗することを矢作に志願する。矢作には僕はスタッフを信頼しているし、今まで乗ってきた助手のプライドもあると葛藤もあったが、これを受け入れた。ディープブリランテだけにのめり込む岩田が、矢作旧社のスタイルを乱すような行動も見受けられた、ため、旧社スタッフからの不満を聞いた矢作が岩田を怒鳴りつけたこともあった。しかしこの一件以降は岩田も、 態度を改め、良い雰囲気で状況を進めていくことができた。2012年東京優春着順確定後、安城の岩田厚生は、馬上で涙を流した5月27日の東京優春では、ワールドエース、ゴールドシップに続く3番人気での出走となった。この競争では、スタートしてから、早めに折り合いがつき、道中は4番手で、前を行く2頭からは、 離れた馬群の先段に位置する展開となった。そのまま4コーナー4番手で直線に臨むと、内から伸びて、残り200メートル付近で先頭に立ち、外から吸収したフェノーメノの追い込みを、花さでお最初利りした。着順確定後、シンバから乗ってきて、結果を出せなかった時の悔しい気持ちと、ダービーまでの3週間が思い出されて、岩田は勝利後に、馬上で涙を流した。 三週間にわたって調教をつけた効果について、岩田は三週間を一緒に過ごすことによって、馬が僕のことを受け入れてくれた二十二年間、馬に乗ってきて初めて人馬一体になれた気がしますと述べている。この勝利で場所のサンデーレーシングは、前年の優勝馬、オルフェーブルに続いて、クラブ法人としては、初となる東京優勝連覇を達成し、また二着のフェノーメノも、同じく、 サンデーレーシングの所有場であったため、同一場種の1、2着独占は、東京優春市場初の出来事となった。その後、陣営は、キング・ジョージ6世やクイーン・エリザベス・ステークスへの挑戦を発表した。7月21日の同競争では、前年の優勝場であるナサニエルや、前年の外戦門賞優勝場のデインドリーム、前年のブリーダーズ・カップ・ターフ優勝場の、 セントニコラスはビーラの対戦となった。レースでは中段でレースを進めたが直線で伸びをかき、発着に敗れた。帰国後はクラシック3巻3戦目の菊花賞へ向けて調整されていたが、10月19日に右前足に屈肩炎を発症していることが判明、同競争を回避した。当初は翌年秋での復帰を目指していたが、10月26日付で、 競争馬登録を抹消、引退。ヤシロ大スタリオンステーションで、種子入りすることが発表された。以下の内容は、以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づくが、海外の一部情報は、各競争における出展にも基づく。2013年6月30日社大、スタリオンステーションにて2016年に初年度産区が、デビューし、七月三日に、 ディーパーアンサが3区初勝利を飾る。2017年7月2日、セダブリランテスがラジオ日経賞を勝利し、3区の JRA 重賞初勝利を挙げた。2018年12月、ヤシロスタリオンステーションからブリーダーズスタリオンステーションに移動した。ありがとうございます。